みなさんこんにちは、しおりみちゃんのよしほとりみです。はい、というわけで今回はね、リクエストにあったリクエストにあった宝物紹介をやっていきたいと思います。イエーイ。ということで、あのですね、生放送した時に何やってほしいか募集というか言ったんですね、そしてね、コメント欄にたくさんいただきました。ありがとうございます。そこでね、宝物紹介っていうのがあったので、今回はね、私たちの宝物紹介をやっていきたいと思います。ということで、宝物はですね、1個じゃないんですね、うちら。いっぱいあるの？それ宝物全部、本当に全部宝物なんですよ。結構使ってるよね、2人とも。うん、宝物ね、みんな宝物って何なんだろうね。なんだろうね、宝物って言われてね、なんかパッて思い浮かぶの、みんなの。なんだろうね。ねえ、気になる。みんなこう、なんか家族とかさ、命とかペットとかそういうのじゃちょっとね、つまらないので、まあそれももちろんあるんだけど。いや、私の聞いてください、はい、私の、あのママに宝物はって聞かれて最初に言ったこの言葉は、私の部屋って言ったんですよ。あ、そうだね、私の部屋が宝物だって言ったんです。ひょうちゃんはね、部屋も宝物なぐらい気に入ってるということですね。そうなんですよ。でも部屋だと、ちょっとつまんないから、つまんないから物にしてと、ね、はい、で悩みに悩みに悩んだ結果がこれになったということ、そうですね。まあ部屋とかでもいいんだけど、まあなるべく今回は物っていうことにしましたね。はい、物で宝物は何ですかっていう感じにしました。はいはい。さて、じゃあどっちから紹介いたしますか。じゃんけんしますか。はい、いきますよ。最初はグー、じゃんけんぽい。先行で、先行で、はい、はい、じゃあ先にしほちゃんの宝物は何でしょうか。もう言っちゃっていいですか。登場させますか。登場させます。はい、私の宝物はじゃじゃん、じゃん、映ってます？映ってません。こちらです。漫画と携帯です。あ、携帯もあるんだ。あるんです。そんなところにネバーランド全部読み終わっちゃった。読み終わった。これ見たい。見たい。じゃあちょっとカメラを手持ちに変えて。でもこれ、ま、あのアニメ最初にね、全部見ないとわかんない。あ、じゃあちょっとね、手持ちにカメラ変えたので、はい、見てみましょう。まず宝物、携帯ですね。携帯、これはスマホですね。スマホ、まあ、これはね、みんな宝物なんじゃないかなと。宝物って言うよね、これは。ああ、ちょうちゃんぐらいの年齢などもう欠かせないものだからね。そうですね。りみちゃんはまだ比較的ね、そこまでスマホじゃないからね。で、漫画ですよ。そうですね。漫画はもう、ハマっちゃいますよね。鬼滅で漫画を買い始めたんです。うん。でね、図書館じゃなくて本屋さんに通い始めたんですよ、うん、それでなんか漫画にハマっちゃって。そうだね。それでどんどんちょこちょこなんか増やしていったって感じですね。そう、それで、うん、今、まあ基本はほんと自分のお小遣いで買うっていう、まあお年玉もらったばっかりとか。これお年玉です。はい。お誕生日でバーバーとかにね、お金もらったりとかで、うん、でちょっと本をね、買ったりそうですね。ほとんどお年玉だよね。そうだね。結構お年玉にお金を、あの、お年玉です。落とした玉だよ。はい、はい、じゃあちょっと漫画本をなんか紹介してほしいっていうリクエストもあった、確かあったので、ざっとここにあるものだけでいいので紹介。じゃあね、紹介していきたいと思います。はい。で、まずみんなが知ってるもう鬼滅の刃ですよ。はい、これ、あれ最後が20巻がまだ、そう、5月今4日なんですけど、なんか13日に延長になっちゃったみたいで、コロナの影響でね。そうですね。まだまだまだなんですよ。で、どうですか、鬼滅の刃と炎炎はすごい大好きなんでしょ。好きなんですけど、うん、めっちゃずれてますよね、これ13、14、21しかない。私さすがに全部は揃えられてない。全部は揃えられなくて、でもちゃんとね、うん、この間読んでるでしょ、私。あー、漫画で？アニメで？うん、違う、漫画で。うん、どうぞ。漫画で、漫画で、そう、ごめん、漫画で、漫画で、あの携帯の Hulu じゃなくて Netflix。
ネットフリックスはこっちかな。え、何で見てるの？ここは、うん、レンタル。そうだね。一回あのレンタルもしたね。レンタルでここ読んじゃって。はいはいはい。しました、レンタル。だから買ってないっていう。確かにね。今はちょっともうレンタル行ってないんですけど。行けないよね。7のやつ貸して。これ？そう。イルマくん興味ある？ない。ないんじゃ。ないのか。じゃあ2段目。2段目は、うん、これ約ネバ、約束のネバ、ね。はい。これも、あ、でもこれ1巻からないんですね。ここもね、アニメなんですよ。うん、先にアニメから入って、漫画も気になりきったみたいな感じですか。そうですね。基本アニメからだよね。そうだよね。リミちゃんも見てまった。リミもこれ気に入ってんだよね、約ネバはね。みんな読んだんでしょ。リミのね、約ネバはね、うん、推しは推し、うん、誰だ。ローマンです。ローマンとね、ローマン、ウサギ。ローマン、ローマン、ノ、何ね、ノ、ノーマン、ノーマン、ノーマンね、ノーマンとウサギ、コニー。そう、コニーのウサギ、リトルバーニー。そう、これがノーマン。これがノーマン、うん、これ、あ、これか、ウサギ。これがウサギ。なるほど。で、しほちゃんは？私やっぱ、うん、エマなんだけど。エマは主人公？主人公、この子ね。うん、この3人が主にだよね。あ、主に出てくる。主に出てくる。あと、メガネかけてる人も好き。わかる？わかるわかる。誰だっけね。ドンと、ギルだ、ギルだ。ギルだ。へえ、ちょっと見てる人にしかね、伝わらないかもしれないんですけど、うん、面白いらしいです。面白いです。じゃあ、ちょ隣にあるのは、これは？イルマくん。イルマくん。これもアニメでハマっちゃってて。うん。アニメ見てたの？アニメ見てたよ。これも最初アニメ見てたから。アニメ見て、6巻から続きが見たくなったってやつですね。そういうことです。なるほど。でも2期が決定してるから、どっちも。うんうん、楽しみだよね。うんうん、秋かな？秋ぐらいでも延長するかもしれないけど、予定では秋ぐらい？ヤクネがもう延長だから。あ、もう決まってんの？延長って。うん、来年の。あ、もう来年なんちゃったの？来年の1月だって。ほんとは今年の10月号だったんだよ。そうだよね。残念だよね。うん、残念。そっか。じゃあ次3段目お願いします。これ花子くんですね。これはもうよく今までの動画にも出てきてた。出てきてた花子くん。これは前回のかな？これは前回の。花子くんは前回欲しくて買っちゃったってやつ。で、これね、最近これ盾の勇者の流れ。これよくルーティーンとかでなんかアニメ見てたね。アニメ見て、うん、またこれも続きが見たくなって11から買ったやつです。あー、盾の勇者の成り上がり。そう、3巻しかないんですけど、3冊しかないんですね。3冊しかないんですけど、そっか。これを今一番、じゃあお金があって、うん、漫画を買える状況になったら何を買いますか？これの続き、あーそれ、ね、と、うん、あとヒロアカ欲しいなと思って。あー、ヒロアカ集めるんだ。ヒロアカ集めようと思ってて。入る？人気だよね、ヒロアカね。ヒロアカもさ、26巻ぐらいでしょ。うん、一冊440円と考えると結構あるじゃん。だからまた続きからかなと思うんだけど。確かに集めるとね、結構な額いっちゃうからね。もうだから迷ってんの。ヒロアカは5期も出るし、うん、別に買わなくても、うん、アニメで見ればいいかなと思ってたんだけど、うん、やっぱ集めたくなるよね。そうだね。まあ好きな人は本当漫画を宝物のようにこう綺麗にさ、うん、並べてさ、うん、ね、あ、指紋とかもあんまつけないようにみたいなのあるよね。でも私ね、うん、そうだね。しょうちゃんはまだそこまで。そこまでだよね。これでもさ、なんかこの袋に入ってるやつ、これ取ったの？これのこだわり。こだわり。これ本についてるやつ。これ本についてるやつをね、捨てないで全部取ってあるんだ。全部取っといてある。すごい。何かわかんない。何かはちょっと一個一個は見ないけど、さすがに。これあのほらよく買うとさ、この本の帯みたいな感じについてるじゃん。ついてくる。それを取ってあるの、捨てないで。意味、付箋欲しい。付箋？違う、付箋じゃない。しおり欲しい。あ、しおり欲しいんだ。別にしおりって別に紙挟めば何でもしおり。見てこれやばくない？めっちゃ折れてる。折れてんの？あら、めっちゃ読んだから。そっか、めっちゃ読んだやつはちょっとね。この本は出ないの？うん、5月の27だと思うよ。え、じゃあ今月の予定通りに行けば今月末に出るの？でも違う、まだね、公式では発表されてない。あ、そうなんだ。噂？噂。そうか。でもね、ほら、2020年のね、夏予定だ。夏予定なんだ。夏なの。そっか。6番目が動き出す。楽しみだね。ね。
はい、じゃあね、もう一個なんかワゴンあったよね。もう一個あります。一応見ますか。一応もう一個あります、まあ、そっちがメインだと思うんですけど、一応こっち見えるか。こっちはあ、上にビーズ2回だけ買ったジャンプ。あそう、2冊だけ買ったんですよ。そうだね。でもこのもう一個先も買おうか悩んだんだけど、結局やめたんだよね。あのカナオのやつやめました。はい、カナオのやつ、カナオのやつ、ね、噂ではあと2話で終わっちゃうんだよね、うん、あ、そうなんだ。そうだから、そ最新話だけ買おうかなと思った。うん、え、カナオのやつ買わないの？買わなかった。ネタバレも見てるから。私ミミも見る。ていうかさ、TikTok とか見てるとさ、必然的なんかネタバレが勝手に目に入ってこない？そう、目に入ってくるからもう、うん、ね、結構多いよね。なんか見た瞬間、これネタバレじゃんっていう、なんか、うん、多いよ。でも見る瞬間さ、TikTok って始まってるじゃん、こう、うん、始まってる。だからさ、なんか防ぎようがない時ない？あるある。あるよね。あるある。開いた瞬間もネタバレ。そうそうそう、レミダメだよ。レミダメダメダメ。レミ後で見ようね。後で見ようね。レミだ。うん、うん、でこれが一応ね、あの前、あのソファー生活の時やったパズルちゃん、今飾ってます、うん、この前飾ったよ、ね、の箱ね、ま、箱取っといてるんですよ、ね、で上の段プラバン、失敗したプラバン、あ、プラバンが置いてあるのね。失敗したプラバンなの？これとか前も紹介したのやばいやつとか。そうですね、うん、まあプラバンは結構ね、動画のルーティーンとかでもね。花子ちゃん、花子くん失敗してるの見る？めっちゃにじんじゃったやつ、これ。あー、前一ね。めっちゃにじんじゃったの。上からな、レジン塗ったらにじんじゃったの。レジン塗ってにじんじゃったやつ、失敗。変な性質だよね。でも、ねずこは大丈夫だったね。ねずこは大丈夫だったかな。ねずこ見せて。ねずこ。すごいぷくってしてる。うん、あ、いいじゃん、上手、ねずこ。おい、かわいい、かわいい。これも、あの、この辺ちょっとキーホルダーをつければ、キーホルダーになるね。そうですね。ちょっと小さめの感じ。はい。あ、まあいや、じゃあ2段目の漫画です。2段目は、このウソカノっていうのはもうすごい、結構前にね、そうですね。買いましたね。だから、なんか前、すごい前の中古で買って、結構前に。ね、ね、今売ってないんだよね、続きがね。売ってなくて、まあ、諦めた感じだよね。メルカリとかで見たんだけど、この続きからがなくて。そう、ないんだよね。1から4巻とか、5巻から、うん、みんなこの辺持ってるけど、そう、先持ってないみたいな。もう諦めましたね。諦めたよね、ほぼ。ほぼね。もう諦めました。もう出会えないかもね。もう出会えないと思います。うん、はい、じゃあ僕らがいたなんだけど、読んでません、これ。これは読んでないですね。うん、3巻で読んでますよ。はい。まあでもほら、あるじゃん、漫画でさ、こう、一冊読んだら面白くて止まらないっていう漫画とか、まあまあ暇だったら読むかなぐらいのなんか、そう、あるよね。これはやっぱさ、わかんないからね、人によって感じ方も違うし、僕らがいた面白いっていう人も多分いっぱいいると思うんだけど、うん、しほちゃんにはあんまりちょっと響かなかったっぽいです。響かなかったなんかね、うん、まだ3巻までしか読んでないんですよ、ね、じゃあ次行きましょう。で、こっちはもう王道だよね。ストロボエッジとアオハライド。アオハライド、同じ作者だよね。そうですね。これは好きだったんですか？これ大好きでした。めっちゃめっちゃハマっちゃって、これハマっちゃったね。これあれだよね、あのアニメと実写の映画もあったんだよね。あったね。アニメ探してもさ、なくて、うん、あ、アニメもでもあるの？アニメあるよ。うん、それでね、見たくて、うんうん、そしたらなんかあそこしか見られないの。ごめん、ちょっと名前忘れちゃったんだけど、あのアプリしか見れなくて、うん、見てないっていう。なるほど。見れてないっていう。なんかさ、はい、うん、思われ振り振られってね、うん、いうね、うん、漫画があって、あ、これまた同じ作者なんだけど、うん、それも私レンタルで前に読んでて、うん、映画化が5月にあるんだけど、へえ、もう多分ダメだね。映画はまだちょっと無理だろうね。見たかったんだけどさ、ちょっとさ、なんかお解禁になった途端さ、映画館人すごそうじゃない？もしこの先いつかね、いつかまあこう就職する方向に行って、うん、今日から映画館もかあのスタートしますって言ったら、うん、めっちゃ人が来そうじゃない？ボワーって。それも怖いよね、まだちょっとね。まあいいや、こういう話は。はい、じゃあ、はい、あとは携帯ですね。あ、携帯は前にあの、はい、中身とかちょっと紹介とかしたので、はい、省きたいと思います。はい、はい、ということで、ね、私の宝物は以上でございます。はい、はい、じゃあ次、鼻かゆいりみさん、いいですか？次、りみさんです。りみちゃんの
宝物はじゃじゃーん、くもちゃん、くまちゃんとこれ。これは何？はちゅーちゃん。はちゅーちゃんからもらったこれね。うん、りみちゃん宝物なんだね。そう、へえ、宝物なんだ。はちゅーちゃんからね、初めてもらったスクイーズかな。うん、そうだよね、懐かしい、うん、何年前だろう。3年ぐらい前。3、4年ぐらい前だよね。ね、すごい前ですね。このね、うん、これ新しいやつなんだけどね、うん、こんなのね、リップ、これのね、うん、前のやつ、うん、あ、なくしたって言って出てきたんだったよね確かね、これのね、うさぎちゃんバージョンも宝物だったんだけどね、うん、なくしたの？もうね、なくなっちゃって。あ、そうなんだ。パパが勝手に捨てちゃった。パパが勝手に捨てちゃったのか。宝物だったのに。うん、あら、かわいそうに。あとは、まあ、クマちゃんはもうみんなね、知ってると思うんだけど。で、これがクマちゃんの椅子ね。これくっついてないよ。うん。ね、この辺も全部宝物なの？うん。あ、違うんだ。これはショーだけど。ああ、そっか。椅子の中はね、うん、おー、割れてるの。これは別に宝物じゃない。すごい指輪。もうわかんないな。これはその半分ぐらい。これなんだっけ、なんかお菓子と一緒についてたやつだよね。そう、チョコついてたよね。何の名前だったかな。昔なんかこれの開封動画撮った気がする。懐かしい、これ懐かしい、だいぶ前だよね。 これネックレスとかあったよね。なくなっちゃったの、こことこ、あー、細かい部品ね。なんかこの割れてるのが怖いよね。この鏡が割れちゃってるのがちょっと残念だね、リミ。落としちゃった。落として割れちゃったんだよね。この指はね、はい、ガストでもらった。ガストでもらったコレクションですかいいですね、小学生って感じで、いい感じの宝物でした。ガストでもらった指輪が宝物、うん、宝物だったらね、いいじゃん、なんかはい、じゃあ次もう一個あるんだよね、はい、もうこれはもうみんな想像ができるんじゃないでしょうか。何もできます。しほちゃんがスマホとくれば、りみちゃんは、りみちゃんはなんだろうな、なんだろうな、皆さんわかりますかね。スイッチです。はい、もうスイッチですね。はい、もう毎日のように何時間もやっちゃってます。はい、しょうがないです。はい、はい、YouTuber っていうねこともあって、やっぱり機会も多いし、はい、ね、そうですね。まあでも勉強もちゃんとしてるのでね、まあその度合いを見て、はい、毎日ずっとやってるわけではないんで、まあ、休日はねちょっと やることも多いかもしれないけど、うん、というか自由時間を与えるとリミは絶対スイッチをするので、結局まあ休み時間はちょっといっぱいやってるかもしれないけどね。見て、うん、パキパキ、うん、なぜか入ってた。はい、じゃあまあこのキッチンは前ね、うん、紹介というか見せたけど、はい、お、リミさん、なんか増えてませんか？増えてますね。増えてるの。なんと、あつ森ですね、これは。あつ森のケース。かわいいね、これ。いいじゃん。ね。くせえ、まだ。ちょっとまだね、匂いがね。じゃあ、リミに聞くよ。うん。このスプラのケースと、このあつ森のケースだったら、どっちの方が好き？こっち。やっぱスプラなんだ。そうなんだ、やっぱスプラなんだ、やっぱり。こっちさ、うん、カード3個しか入んない。あー、このポケットがね、少ないんだ。こっちは？汚な、なんか入ってる。マスク入ってるけど5個入ってます。1、2、あ、こっちは5個ポケットがあるんだ。あとしかも大きいポケットもついてるんで。あー、なるほどね、そこがやっぱ違うから。うん、そこだけ。あとね、うん、これさ、分厚い。そう。あー、なるほど。分厚くて持ちにくい。なるほど。こっちは薄いんだよね。そう。めっちゃ薄いね。そっか。まあ、ゆみちゃん、スプラも大好きだからね。これ、何だったらいいのに、これ。どれ？あー、でも一応これもなんかデザインの一部なんだろうね。こういうなんか、感じの。こうしないと書けないのかな。なんだろうね。ね。うん、確かに。この柄は気に入ってる。どれ？この柄。あ、かわいいよね。
まあでもスイッチ関係のじゃあリミに行くね。どっちが豆吉でどっちが粒吉か分かる？こっちが粒吉、こっちが豆吉。分かるんだ。分かる。私全然分かんないよ。なんでどこが違うのリミ？旗持ってる。あ、旗持ってるのが粒吉？うん。へー。はい、ということで今回はね、志保とリミの宝物を紹介してみました。はい、ということで、まあ予想通りだったでしょう。そうですね。そうですね、予想通りだと思いますよ。はい、ということで、それでは、バイバーイ。グッバイ、シーユー、ネクストタイム、シーユー、ミルー。